はい、こんにちは。酒とロックとうんちが大好きなスピリチュアルおじさんのライドと申します。ベストヒットライドやっていこうかなと思ってるんですけど、毎回ちょっと説明します。僕スピリチュアルおじさんって言ってるのがなんか意味がわかんないんです。某占いアプリのね、占い師を僕やってる。お金もらってやってるんで一応プロだなって自分では思ってるんですよ。今後の動向が気になる4人をピックアップして勝手に占うっていうのをやってます。ね、3人目なんですけども、今年になってね、急に YouTube に現れて、大騒ぎになったっていう、やっぱり注目度が高い、喋りが未だにもう健在と思った、島田紳助さんを勝手に占ってみようかなと思います。まあ、これも毎回一応お決まりなんで説明します。僕が見るのは、九星金額っていうのをベースにしてみます。九星金額ってのは人間を、その人をね、9つの星に分けるんですよ。そこに当てはまってる人からこう広げて見くっていくっていうのが九星金額なんですけど、そのためには、その人の生年月日をベースになるんですね。その人の生年月日でその星の運命を背負っていくので、で、島田紳助さんは1956年の3月24日に京都府に生まれてるんです。で、75年に吉本興業に入って、紳助竜介を結成して、1984年にコンビは解散と。コンビ解散後は、その司会業、プロデュース業などに転向して大活躍すると。大きい仕事としても、大きい仕事いっぱいしてるんだけど、2001年には今も続く M1 ですよ。もう芸人が、ここのチャンピオンになるために頑張るって言ったら、M1 グランプリを企画して、あれをやろうっていうのを、もともと考えたのが紳助さんなんですよ。で、大会委員長もずっと務めてたんですよね。あと、まあ、いろんな司会やってましたよね。もう本当に人気者だったんで、開運なんでも鑑定団、行列のできる法律相談所、あとクイズヘキサゴン、人生が変わる1分間の深い話、あとオールスター感謝祭とか、もう数えればキリがないほど、いろんな番組の司会、名司会ぶりを発揮して、高視聴率を毎回叩き出した。なんかそういう方ですよね。そんな順調に行ってた紳助さんなんだけど、2011年8月23日に吉本興業東京本社で、本人自ら記者会見の席で芸能界引退をするって発表して語ったと。で、その語った内容には、ある暴力団関係者、反社会組織ですね、暴力団関係者の、とのつながりを本人が認めて、それで、吉本興業が引退を、の引導を渡して決定したと。そういう流れになってるみたいですね。そこからもう全然、紳助さんって全然、なんだろうな、こう、芸能界的なのに全く絡んでこなかったというか、何やってんだろうぐらいに全く謎だったというか、顔出さなかったんだけど、突如ですよ、突如。2020年の1月13日に、なぜかみそのさんですよ。みそのの YouTube チャンネルの動画に沈黙を破って突然出演したと。で、それのワイドショーとか、まあ、ワイドショーだけだったらあれなんですけど、ニュースでもね、結構取り上げられたからすごいなと思って、紳助さんが YouTube に出るのを民放のニュースとかで流れてたんで、そのニュースで流すことなのかなってちょっと思ったりしたんですけど、まあそんな紳助さんなんですけど、紳助さんちょっと鑑定します。勝手にね、頼まれたわけじゃないんで、僕勝手に鑑定します。紳助さんが持ってる星の特性を、まず見ますね。まあ紳助さんの持ってる星の特性なんだけど、自分の中の正義っていうのがある。もうものすごい正義感があるんですよ。その正義っていうのが自分の中での正義なんです。世の中がどうだじゃない。常識とかじゃない。自分の中で間違ってることは嫌なの。逆に自分が間違ってたとしても、世の中が間違ってると思えるぐらい、こう、一本通ってるんですよ。たとえ間違ったとしても、自分が正しいと思ったら貫いちゃうっていう性質を持ってる。気持ちのね、割とね、浮き沈みが激しい。だから他の人から、あの人何考えてんだろうなって、いまいちわからないように思われるタイプの人が多いんですよ、この星って。で、そういう人だから、切れる場所がわかんない。どこで、なんか、どこが金銭に触れるのか。どこでこの人怒るんだろうっていうところもある。だから急に切れたりするんで、なので、周りの人に結構案外ね、気を使わせるっていうのが多い。基本的にこの星の人の特性は真面目なんです。とにかく勤勉なんですよ。もうとにかくコツコツやる。博打打ちではないです。星によってはね、博打打ちの星もあるんですよ。まあなんだろう、こう、先行投資でバーッと行って、まあ弾けちゃった、それでもいいやっていう人もいるんだけど、紳助さんの持ってる星はとにかく真面目。真面目で、財産をコツコツ築き上げるタイプなんですね。だから、冒険は全くしない感じです。紳助さんの今後を見るとですね、今ね、紳助さんは運気がね、上がってる最中、ピークに良くなってきてる。だから来年がピークにいいのか、運気。うん。だから今年もいいんですよ。こう今上がってるんで、何をするにもうまくいく年なんですね。今年から来年は。ただね、思うのは、YouTube でもちょっと、
言ってるのを聞いた、おっしゃってるのを聞いたんだけど、今がとっても楽しいねと。気楽で。芸能界いる時はもう気張ってたけど、ピリピリしたけど、今本当に釣り行ったり、筋トレしたりとか、仲間と一緒に集まってバーベキューやったり、素人とか、ね、集めてきた芸能人とかもそうだし、とか、そういうのと一緒にツーリングしたりとか、そういうのが楽しいね、みたいなこと言ってたと思うんだけど、新助さんは本来そっちの方が合ってますね。芸能界って言えば博打的要素が多いんで、そこよりも、新助さんって不動産投資とか飲食って経営してるじゃないですか。不動産はものすごい転職のように合うんですよ。なので、そっちの方がストレスはないと思います。ストレスがなく生活できてると思いますね。で、今年なんだけど、今年はもうとにかく絶好調なので、5月6月ぐらいがもうピークに良くなる。なので、その後にまた YouTube にね、出演してくれるんじゃないかなって淡い期待をちょっと勝手に抱いてます。で、曲なんですけど、何をやろうかなと思った時に、パッと思い浮かんだのが、しんすけさんって、ボロと仲いいんですね。しんすけさんが作った映画があって、バイクの映画なんだけど、そこで音楽担当したのボロだったりとか、あと、大阪で生まれた女のしんすけさん、替え歌もね、昔なんかテレビの番組でやってたみたいなんですよね。なんか、吉本で生まれたしんすけみたいな、なんか、面白いやつやってたりとかしてたので、大阪で生まれた女をやろうかなと思ってんだけど、大阪で生まれた女って、1979年の8月1日に発売したボロの2枚目のシングルで、なんだ、その年のね、79年の5月って、ちょっと早い時期に、証券もね、これをシングルリリースしてるんですよ。だから、この時はもう共作になってるんですよね。ずーっと歌い継がれるいい曲じゃないですか。ちょっとやってみると、いい曲じゃないですか、これ。踊り疲れたディスコの帰り、これで青春も終わりかなとつぶやいて、あなたの肩を眺めながら、痩せたなと思ったら泣けてきたって感じの曲ですね。で、これを今回、まあ、こういう感じ、なんか、こういうしっとり系なんだけど、レゲエにしたら面白いんじゃないかなと思って、ちょっとレゲエバージョンに変えてみたんですね。踊り疲れたディスコの帰り、これで青春も終わりかなとつぶやいて、みたいな感じにちょっと変えてやってみようかなと思います。じゃあ、ボロで大阪で生まれた女。
チャンネル登録のよろしくお願いします。